はい、皆さんこんにちは、大三郎です。さあ、本日もミュウの散歩にやってまいりました。今日はちょっと場所を変えて、同じ市内の、これ旧草津川っていうんですけど、天井川ですね、のサイクリングロードを散歩してきました。いやー、今日はめちゃめちゃ天気がいいですね。かなり爽やかです。そして、まあ、相変わらずこの人と一緒です。一応本動画の主役はミオでございます。ミオ、おい、はい、ミオの散歩中に動画を撮影しようと思います。いやー、綺麗ですね。綺麗というか天気いいな。向こうが琵琶湖ですね。そして今日のサイクリングのところです。なかなかじっとしてくれないんですよね。正面から顔を映そうとして、足、待て、ミオ、お待ち。お、いい感じですね。お、結構いい感じやん。あー、もう、はい、動く。ということで、次の場所に移動したいと思います。先ほどの場所からチャリンコで移動しております。こんな感じでミオさんは走っております。これはサイクリングロードですね。おお、風が強い。ここからだいたい3キロぐらいで琵琶湖、4、5キロで、我が家という感じですね。よく走りますね。まあ、天気がいいと風もあると走りやすいですよね。元からサイクリングが趣味なので、あと、まあ、よく言われるんですよね、犬を散歩するときに自転車かよって。あと、この暑い中、肉球は大丈夫なのかとか言われるんですけど、まあ、僕基本的にドッグショーとかに出てたりするんで、犬を鍛えるためにもサイクリングで行ったり、あとやっぱりちゃんと走らせると肉球とかは分厚くなってくるんで、多少の温度でも大丈夫ですね。まあ、真夏の真っ昼間はさすがに無理なんですけれども、危ないのでこれぐらいの季節ならまだ全然大丈夫ですね。本当にサイクリングが趣味なんで、琵琶湖一周行ったり、ザラでしたね。気持ちいいんですよね。風を感じる、最高でございます。こんな感じですね。じゃあもうちょっと走ってみましょう。少し休憩に入りました。あ、かなりの逆光ですね。日陰がめっちゃ涼しい。
最高に涼しいですね。ちょっと逆光かな。棒が当たってるところにいてかっこいいな。この動画の主役はミオなので、ミオをちゃんと映さないとダメですね。いいですね、ハゲが。いますか、みおさん。みお、かわいいやつなんですけどね。なんや。じゃあ次の場所に行きましょう。はい、ということで、だいぶ移動してきて、自宅近くまで帰ってきました。この下を JR が通ってるんですよね。これ桜並木ですね、ここは。春になったらめっちゃ綺麗ですよ。ということで、今日はミオと一緒に散歩に出かけよう。そして Vlog 撮っちゃおう動画を撮影してみました。皆様、今後ともよろしくお願いします。JR ですね。みおのこともよろしくです。それでは皆さん、またお会いしましょう。